佐藤輝明の抹消理由。佐藤輝明の抹消理由について岡田監督はこう語った。全部が全部打てるわけじゃない、そういうことを言ってるんじゃない、打てなくても悔しがる姿、そういう総合的な面ですね、いろんな面での姿勢や内容を含めてね、と明かし、凡打や失策を犯した後でも淡々とした表情でプレーを続けるスタイルが二軍落ちの要因の一つになったと説明した。藤波コース、マイペースなのは短所でも長所でもあるけどな。悔しがりすぎてもベンチの空気悪くなるよな。戦う顔していない、バトルフェイスが心理なんよ。戦う顔悔しがる姿、ドラゴンズかよ。岡田と立浪と阿部って話が合いそうやな。読みじゃい阿部の走り方がかっこよかったからに通ずるものがある。野村に同じこと言われて腐ってた今岡にそんなこと気にするなってアドバイスしたどんでんはもういない。どんでんって敬語使えたんや。そもそも野球やる気があるのかとは思うわ。戦う顔してない。育てられないならトレードに出してあげてほしいわ。性格なんて変わらんし悔しがる演技身につけろってことかよ。要は戦う顔ってことか。